お疲れ様でーす。お疲れ様です。いや、ちょっと狸庵でね、用事が終わりまして。そうですね、ライブ見て。いや、よかった、縫いが。よかったね。で、そう、狸庵。うん。うどん屋さんでしょ？そうそうそう。ライブ、今日ライブだったんですよね。今日ライブ、もう完全にね、もう。ライブハウス化してたよね。ねえ。で、まあ途中でね、切り上げて、うん、笹庵が僕を福岡まで送ってくれると。高岡から。そう。で、帰ろうとしてたら、なんと、小学校の同級生から、そうそう。電話かかってきて。もう今もさ、着信中なんよ。またかかってきた。これ、同じ人うぜ。同級生が電話かかってきて、帰るんじゃない？電話が出たらいいんじゃない？これ。出る？出たら、出るよ。出ようか。うん。出た方がいいと思う。もしもーし。何ね？着いた？いつ着いてないよ。着いた？着いた？30分10点。着いたよ。おかしいよ、テンション。いやいや。じゃあ、いや、着いてんすよ。いやいやいや、もう着いて。なんなん、こいつ。まあでもね、今日さ、いっぱい知り合いになれたらいいねって言って、来てさ、3人ですか？あったの。三人、よね。三人やね、うん。そう、全然知り合いに会えなくて。だからまあね、ちょっと電話借り出してさ、もう一回高に。金田ちゃん。えいやいやいや。テンポ悪い。大河原。大河原テンポ悪い。大河原大丈夫。今、カラスを。そう、小学校の同級生が電話かかってきたんでね、うん、ちょっと行ってみようかなっていう感じですね。はい。そうそう。もう一回高に戻って。飯塚まで来たのに。飯塚ねえまで行っちゃったけど、もう飯塚からもう田川に差し掛かってますよ。ああ。ちょっと今、戻ってますね。いやーね、一瞬ね、結構テンション上がってさ。そうそう、もう久しぶりのね、ほんとにもう。そうそうそう。さあ、中学校の時に一緒にバンドやった中で、ね。そうよね。ほんと。ほんとに文化祭でね、一緒にライブしたりとかっていう。ほんとに仲良くしてたんですけどね、こんな感じになってしまって。まあもう、結構久しぶりでね。でも、だいぶ久しぶりよ。うん。もうそれこそ20年ぶりぐらい。20年過ぎか。え？嘘？ごめん、20年過ぎた。22ぐらいの時だから、15年ぶりとかだと。あれじゃない？結婚式の二次会の時。あ、そっか、来てくれたね。そうそうそう。じゃ10年ぶりぐらいだ。よね、俺もね、去年ぐらいかな。去年、一昨年ぐらいに一回会って、だけど、その前は結構空いちゃった気。うんうん。そうそうそう。ザイキくんね。ザイキね。うん。ザイキくんにちょっと会いに行きますよ。また電話かかってきたわ。なんなん？ほんと白子な。もしもし。え？あれ？もしもし。イタのジョイフル行くわ。なしあ？なし。いや、もういいやろ。いや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 、もう、ジョイフル？もう人口いいやろ。もう人口いいやろ。回ったん？え？もう回ったん？もう川一回入ったっけ？いや、もう、担いでないやろ。いや、川一回入った。もう、びしょびしょなんや。いやいや、びしょびしょでジョイフルもおかしいやろ。そうそうそう。いや、もう、俺、あれなんや。あ、すいません。今週、5時半からおるんや。5時半から。結構おるやん。ノーアルで出来上がっちゃうやん。いやいやいや。おかしいやん。なんなんちょっとだけ、板のジョイフルで会おうやん。板のジョイフル？もしくは、なんか、店わかる？店どっか出張。いやでもね、上ちゃんをね、福岡に送る気多分一瞬なんよ。一瞬？うん。あ、じゃあ無理せんでもいいわよ、別に。いや、もうね、あのね、もう、カラスを抜けてきたんよ。は？もうカラスを抜けてきたんよ。なあ？カラスを、あ？ついてないんちゃう。いやいや、なんだろ、これ。ウイちゃん送る。そうそうそう。明日は幸せ帰れやん、福岡豊かせん。いや、やし。嫌やし。嫌やし。実家帰らんし。ウオちゃんも死んだよ。じゃあ、あ、そうな、一瞬だ。そう。マジで？え、じゃあ、でももう清やろ？
もう来よう来よう。行きよう。あ、そうなん。したら、あ、で、お前こっちまでもう、飯塚からこっち戻ってきて、また福岡送る。そうばい？相当めんどくしいことしようやん、俺。いや、そうばい。そうちゃん。そうちゃん。つまりそれ相当めんどくしいことしようやん。いや、もう、ほんでいいバイトがいいよ、俺。そうちゃん。ヤクザや。いやいや、そうよ。もうあんまり、あんまり言うな。危ないって。じゃあまあ、イタロジョイフルで待っちゃうか。うん、もう着く？そっちは。え？すぐ着く？うん。いや、すぐではない。いや、こっち。10分ぐらい。あー、まあ、ちょうどいいかな。あ、わかった。うんうん。はいはい。じゃあね。だいぶやべえな。シラフやきね。ねえねえ。やば。あいつ大丈夫？いや、まあ、まあ実際会わんとね、まだわからんけど。そうだね、そうだね。うん、まさかのジョイフルきね。ねえ。まあ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 。あれじゃないですか。ときめきカーボーイズを命名したジョイフルじゃないですか。そうそうそう。うん、そうっすよ。まさかの。いや、これもうね、ずるずるいかんように気をつけんと。いやー。いやー、これ長くなるよ。そう、ずる、サクッといかないと。うん。ずるずるいかんように、しっかり、強い気持ちでね。いや、ほんとよ。入店しよう。うん。いやー、すげえ。なんかさ、うん。いや、最近田川に帰ってくるってさ、最近っていうか、ここ数年？うんうん。いいかねパレットに行くことを指してたんよ。あー、なるほどね。基本的には。うん、で、いいかねパレットでなんかイベントがあるとか。うん、うん。で、行くじゃん。うん。別に田川の人ばっかじゃないよ、あそこって。ああ、まあそうよね。そのとこイベントの日とかって。うん、だから、田川に帰ると言いつつ、田川の空気に触れてこんやったの。ああ、久しぶりに、ね、その人口とかさ。うん。まあ、その田川の、まあ、うどん屋さんだけど、ライブとかさ。うん。あとは、佐伯くんとかさ。うん。田川の人とね、久しぶり接したね。もう、お腹いっぱい。失うものの方が大きい。いやいやいや。得たものよりも失ったものの方が大きい。いやいやいや。いや、在機はちょっとおかしいね。おかしい。うん。おかしいよね。あのね、うん。いや、田川でもおかしいよ、あれは。あ、ほんと？おかしいよ。あれが田川じゃない。あ、そうそう。あれ？あれは変なんだね。いやー、すげえテンションだね、あいつ。いや、今日一日いろんなことあったけど、やっぱ一言でまとめろって言われたら、うん、得たものよりも失ったものが大きい、みたいな一言になるもんね。ライブは別にいいやろ。ライブは良かったよ、うん。なんかライブひっくるめたらダメやろ。そうね、そうね。ライブはすごい良かった。ライブはすごい良かったよ。うん。まあまあ、お祭り。まあ、お祭りに関してはまあ、俺らが思ったよりさ、そうね。知り合い、知り合いと出会えなかったりとか。そうね。想定してた感じと違ったよね。うん、そこはまあ、俺らのね、なんやろ、想像とは違った。20年のね、うん、やっぱその空白をさ、埋めれなかったね、想像力ではね。だけどまあ、それはまあ、ただ、最近すげえな。あいつ。だいぶやべえな。うん。そこにね、今から乗り込む気。ねえ。ちょっとやだな。もうね。ちょっとインスタグラムブロックするわ、まずとりあえず。いやいや。いや、結構ね、力入れて投稿しようよ。ね、頑張ってるよね。うん、ちょっとブロックします。いや、まあでも、ね、上ちゃんはね、10年ぶりやき、うんうん。まあ、久々。まああんま変わってないやろうけどね。まあ変わってないよね。なんなら、うん、テンション、その高校時代の時のテンションよりすごいような気がするけど。いや、わかるわかる、うん。なんか、あ、ここか、もうここまで来たんだ。早いな。ここまで来て、そう。実家の近くまで来たね。ああ、そうね。うん。実家を素通りしていきます。田植えか、あいつ。ねえ。田植えの前の日何しよう。いえ。まあまあでも8時かまだ。ちょっと今からもうちょいしたら、ジョイフルに着くけど、ジョイフルがね、もう、
結構昔からやけど、ジョイフル一回入ったらさ。うん、長いよね。長い。ぐだぐだなる気さ。いや、マジ、注文したら終わりよ。うん。注文したら終わりだと思う。え、注文してこれ食ったら、したんや。いけると思う？そんな。いや、いけるよ。あ、じゃあ、こうしよう。俺車乗っとくわ。いや、で、笹山行って、いやいや車の超気さ、つって。いやいやいや。早く出てきたじゃん。いやいやいや。まあでも、いや、会うのは会いたいやろ。まあ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 。ね、目視したいってくれるな。いやいやいや。目視したい気持ちは。もうインスタで繋がっちゃうだけでいいやもん。そうね。それは。うん。でもインスタブロックするって決めたよ。いやいや、もう。じゃあそこ、それと、じゃあもうインスタブロックしても目視でもう満足して。うんうん。そうね。思い出作ろう。せっかくやんもうね、会っていこう。行くか。うん、会ってこう、ね。なんなん、田川。まあまあ、でも久しぶりやきね、ちょっとね。まあ、テンション上がる場面もあるやろうし。そうね。それで、ちょっとじゃあね、もう時期ですよ。これでも、ジョイフルもさ、多いんじゃない？多いよね、人口なんて、うん。普通に考えたら。いやー、いいね、なんか。治安悪そうな気もするけどね、その、ジョイフルも。そうね。これもう録音とか絶対してられんね。殺されるやつだよ。まあまあ、殺されはせんやろけど、別に。まあまあ、でもね、うん、再開するとこですからね。ちょっと切っとかないとね。そうね。うんうん。さすがにそれは、あれだね。おー。もう会う前からもう、すごい疲れてる。いやいや。いやいやいや。何何最初テンション上がっちゃったよ。いやいや、その、最近やんってなるじゃん、そら。そう、そう、喋り出したらあれだからさ。あ、もうちょっとブロックしようと思ったね。いやいやいや。まあ、久々あったら、いや、実際あったらね、違うかも。ならんて。いや。ならぬものは、ならんのです。とりあえず、もうね、しっかり、飯を食って。そうね。うん。そうしよう。いや、なんか思い出してきた。田川がどういう場所だったか。見て、多い場合、多分。めちゃくちゃ車止まってない？これさ、中古車販売の店みたいになってる。綺麗にも全部埋まったら、ジョイフルのところ。うん。これ無理なんじゃない？これ、下手したら無理かもね。ねえねえねえ。